サバチャンネルの陸上魂。どうもこんにちは、ザワチャンネルです。久々のね、陸上魂ということで、まあ、今日が11回目、ちょっとね、10回目から、しばらく空きましたけれども、まあ、昨日はね、第70回別府大分毎日マラソン、行われまして、で僕の方もね、YouTube ライブでそちら、皆さんと一緒に観戦していたわけなんですけれども、まあ、ご参加いただいた皆さん、本当に、ありがとうございました。いやーすごかったですね。あそこまでのね、高速レースになるとはと、結構あの、スタート時点で、まあ、風もあるということだったので、西山雄介選手が、初マラソンでの、この大会初優勝。いや、本当にね、とんでもない、レースになってしまったなっていうのがね、僕の率直な、感想なんですけれども、まあ、今までの僕のね、イメージとかで言うと、この別大マラソン、やっぱりサブ10って出ないっていうイメージなんですよね。山口県の豊富読売マラソンと一緒で、なかなかこういったレースで、サブ10って難しいよねっていう、今までそういった出場選手にしても、まあ、そこまで有力選手っていうのがあまり出ない、まあ、本当はあの新人の登竜門、今から初マラソンやりますよっていう選手たちがまあ出るみたいな、感じの位置づけにね、この別大マラソンであったり、豊富読売マラソンであったり、あったと思うんですけれども、まあ、それが今ではね、もう本当、全国の有力選手が、まあ、今ね、JMC ですか、シリーズもやってますし、で、MGC、こちらのね、パリオリンピックのこのマラソン一発勝負に向けてのレース、そして、まあ、今年はオレゴンのね、世界陸上、こちらもありますので、まあ、そういった部分で、まあ、こういったね、まあ、言ったらなんですけれども、ローカル大会というか、そういった大会がまあクローズアップされて、でここまでハイレベルな、レースになってくるっていうのはね、本当に、陸上ファンにとってはね、嬉しい悲鳴だなというのがね、まあ、率直な、感想です。まあ、けどもともとね、やっぱり今回70回ですから、別大マラソンもね、めちゃくちゃ歴史があるんですよね。で、まあ、古くはね、あの世界記録も生まれたりとか、そして、まあ、新人発掘ですよね。まあ、この別大マラソンをきっかけに、あの、世界へ、チャレンジしていくというね、ルートも、まあ、今、トヨタ自動車九州で監督されています、まあ、森下さんなんかね、まさにその通り、トン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 とね、駆け上がっていったっていうね、イメージありますけれども、まあ、今回、このね、西山選手が初マラソン、まあ、初マラソンの、記録更新にはならなかったんですが、しっかりとね、いや本当持ち味、西山選手らしさを出したね、レースだったんじゃないかなっていうね、感じがいたします。まあ、この 42.195 キロ、いや2時間7分台ですからね。まあ、その中で本当一番、冷静に、レースをね、見てたのがこのやっぱ西山選手だったのではないかなっていう感じはするんですよね。まあ、1回もね、西山選手前に出てないと思うんですよ。僕もずっと見ていたんですけれども、まあ、そういった中で、まあ、西山選手、やっぱり駒澤大学時代はね、やっぱ1区、切り込み大将っていうね、イメージがめちゃくちゃ強くて、僕にとってはね。箱根駅伝でも、まあ、中村翔吾選手の後を継いだのは、このね、西山雄介選手。まあ、伊賀白鵬のね、先輩後輩でもありますけれども、まあ、そういった意味の駆け引きで、何度かね、他の選手が前に出ても、しっかりとこのポジションをキープしながら、で、徐々にまたね、この差を詰めていって、最後、やはりね、持ち前の、ラストスパート、西山選手もありますからね。まあ、そういった意味で、すべてがこう噛み合ってね、この西山選手が、優勝をね、もぎ取ったんじゃないかなというふうに思います。ほんと、かなりね、やっぱり風が、まあ、最初の5キロがね、どうしても向かい風になってしまうんで、ちょっとペース落ちるかなと思ったんですけど、そんなにペースも落ちず、で折り返してからの追い風区間、特に10キロから15キロ区間というのは、14分51で行ってるんですよ。あそこでかなりの選手がね、まあ、ふるいにかけられて、そして終盤、やっぱりね、動いたのは、35キロの折り返し前後の三階橋ですよね。あそこでちょっとしたやはりアップダウンがあるんですよ。まあ、そこでまず、藤曲選手がアタックをして、まあ、それにね、まあ、第6の選手とかがね、まあ、まず落ちていって、で、折り返してからの三階橋で、今度は古賀選手がね、アタックをして、またそこでも、バーッとね、選手がね、縦長になりましたけれども、まあ、相手あたりがね、本当にこと、別府、
いや面白かったですよね。最後の最後までちょっとね、この目が離せない展開になってしまった。まあ、僕は古賀選手がやっぱりね、序盤から結構落ち着いて自分のリズムで走っていたんで、優勝あるかなっていうふうにも思ってたんですけれども、まあ案の定その三回橋の折り返してからのアップダウンで、まあ勝負仕掛けましたよね。しかし、思ったほど他の選手がついてきてたんで、まああのあたりがね、古賀選手にとってはね、ちょっと誤算だったのかなと。まあ、あの選手たちを突き放すにはもう2回3回のね、アタックが、必要だったと思うんですけれども、さすがにそこまでのね、ちょっともう体力も、まあ、古賀選手も初マラソンですから、まあ、そういったところで、僕としてはですよ、まあ、こういうこと言っちゃいけないかもしれないんですけれども、箱根駅伝、あれを経験していた、特に1区を経験した経験値っていうのがね、めちゃくちゃでかかったんじゃないかな。6号橋を越えてからの駆け引きですよね。まあそういったところ西山選手もう経験してるんで、まあそのあたりの経験値で西山選手の方が初マラソンではありましたけれども一歩、上手だったのかなっていうね、感じがいたしました。まあまあ、いや本当にね、箱根から世界をね、この中村翔吾選手と共にね、この実行したのがね、西山選手だったと思うんで、いや本当大絶賛、もうベタ揉めにね、なっちゃいますけれども、それだけね、印象深かった、レースだったと思います。これでね、今オレゴンの1万メートルでね、参加標準記録を突破している田澤選手も日本選手権でね、上位に入ればオレゴン見えてくるわけですし、で、西山選手もね、やはりこの参加標準記録、まあ、2時間7分、まあ、今からね、大阪と琵琶湖の統合マラソンもあり、そして東京マラソンもありますから、まあ、まだまだ確定ではないですけれども、まあ、かなりね、この別大マラソン優勝でこのオレゴンの代表にね大きく、近づいているんじゃないかなと思いますから、また大八木監督このまたうわはでね、オレゴン、見えてきたんじゃないかなと、いうふうに、思います。まあまあ、西山選手のね話で盛り上がりましたけれども、まあ、他の選手もね、やはり今回、サブ10のランナーが、まあ、8人と、そして MGC もね、6人全員が、獲得するということで、まあ、やっぱりね、高速化高速化とは言われていますけれども、必ずしもね、やはり記録が出るコースではないと思うんですよね。まあ、そういった中で今回は8人、一昨年の2020年大会ですか、あの時も結構出たなと思ったんですけども6人で、その前MGC でね、地味な3人が派手なことをやっちゃいましたみたいな、ちょっとね物議を醸し出したインタビューの時の、岩田選手と、橋本選手と、そして双子選手か、あの3人でしたからね、サブ10やったのは。もう大会によっては1人もサブ10しなくて優勝っていう時もあった、この別大のコースでこれだけのね、好記録が生まれたっていうのは、本当もうサブ10ではちょっとね満足できないというか、もう2時間8分、2時間7分台を出して、ま、そこからのレースだっていうのが、この日本人選手、このマラソンを目指す選手にとって意識が芽生えてきたんじゃないかなっていうね、感じがいたします。いやー、どうなりますかね、これからがまたね、まあ、月末にはその大阪琵琶湖統合マラソン、そして東京マラソンもね、この前エントリー招待選手等々発表されまして、鈴木健吾選手、そして土方ね、秀勝選手で、また細谷選手もね、また走るということで、またさらにね JMC シリーズプラスこの MGC の競争がね、熾烈過酷になってくるんじゃないかなと。まあ、JMC シリーズが一応この3月でとりあえず第一ステージというか、まあ、終わるんですよね。で、それで1位の選手に優勝賞金というか、まあ、賞金が入るというシステムになっているんですけれども、現在、暫定トップはこの細谷選手なんですよね。まあ、しかしね、先ほども紹介した、まあ、鈴木選手もいれば、土方選手もいるわけで、当然ね、まだまだ、細谷選手もね、安泰の1位ではないと、いうことですから、まあ、そのあたりね、まず第一ステージのこの JMC シリーズ賞金、確か JMC シリーズで優勝した選手が、まあ、オレゴンの内定得るみたいな、記事も見たことありますので、まあ、そういった意味でもね、かなり、この今後のこの2大会ですよね、注目が集まってくるんじゃないかなと、いうふうに、思います。いや、青学勢もですね、4人、今回は、宮坂選手、西久保選手、そして飯田選手に横田選手と、残念ながらね、サブ10ランナーの、誕生はなりませんでしたけれども、まあ、飯田選手を除いてはね、やはりまだ3年生ですから、もう1年、今シーズンもう1年ね、大学生ありますし、まあ、そういった意味で、
この 42.195 キロを、この3連戦の時点でね、経験できたっていうのはね、かなり大きな、経験に、なったんじゃないかなと。まあ、ツイッターの方では、太田選手がね、3区で爆走しましたけれども、太田選手も、俺もマラソンを走りたいみたいなね、ツイート、されておりましたけれどもね、いいですよね。まあ、トラックだけじゃないと。このやっぱ若いうちからこのロードに適性があるなと思った選手はどんどんマラソンに行くっていう道もね、切り開かれる、わけですし、数年前ですけどね、東京マラソンで、下田裕太選手なんか、アンダー20のね、日本記録を更新しちゃったりもね、しているわけですから、そういった意味でもこういった青学勢のね、取り組み、当然注目もね、集まりますし、トラックでは負けても、ロードではっていうね、選手もたくさんいると思うんですよ。そういった選手にとって、一つのね、明るい材料になってくるんじゃないかなというふうに思います。1位はね、西山選手、2位に鎧坂選手。はい、旭化成初のね、MGC 出場権獲得者。そして3位に藤曲選手。2021年シーズン、本当に調子良かったですからね。35キロ手前でもね、しっかりと仕掛けて、ちょっとそこからね、先頭争いから脱落した感じはありましたけれども、しっかり3位でまとめてくると。そして4位、古賀選手。やはりハーフのね、持ち味、全日本実業団ハーフでもね、活躍された選手なので、それとニューイヤー駅伝でもね、しっかりと結果を残している選手。ただ、やはり、その駆け引きでの経験値がちょっと西山選手の方が、勝ったかなっていうところがね、今回この4位に、反映されたんじゃないかなと。そして5位に、相葉選手。相葉直樹選手がなんと2時間8分台と、結構ね、別大マラソンって中電工の選手、いい結果残すんですよ。そういった傾向があるなっていうのをね、僕ちょっと思ってまして。で、前はね、二岡選手もここでね、サブ10やって MGC 掴んでいるわけですし、結構中電工ね、相性がいいんですよ。そこで相葉選手実はあれ、北海道マラソン走ってるんですよね。でも、あの時は確か2時間20分前後かかってたと思うんで、もう大幅更新ですよね、これ。2時間8分台いっちゃうか、みたいな感じ。しかもこの MGC をね、獲得すると、ツイッターで、どなたかが書いてありましたけれども、MGC を今まで獲得した選手、ダーッと羅列して、出身大学別で、書いてた方いらっしゃったんですけれども、一つポツンとね、広島大学、そうなんですよ。相葉選手、広島大学、国立大学出身なんですよね。で、今まで、中村隆弘さん、京セラ鹿児島のね、中村選手が、その今までの国立大学の、歴代記録、持ってたんですけれども、中村選手、名古屋大学なんで、その記録をね、抜いて今回は、相葉選手が、見事、国立大出身記録を打ち立てたと。結構僕ね、調べたんですよ。今ちょっとね、バーンと出てると思うんですけれども、国公立で行くと、村本選手、兵庫県立大学村本選手の記録がね、この相葉選手の前にはあるんですけれども、どうですか？思いつく感じで僕調べたんで、もしかしたら漏れがね、あるかもしれないですけれども、国公立でね、サブ10を割った選手はこの3人と、その次が、池上選手ですかね、京都教育大学2時間13分41秒。そして、国西選手。こちらも名古屋大学ですよね。2時間13分54秒と。その前にね、赤門ランナー、ね、おりました。松本翔選手。ね、2時間13分38秒。これがありますね。おそらくだから中村選手が、去年ね、サブ10やるまではこの松本翔選手の、記録がね、国立大学記録だったと思うんですけれども、今はね、この相葉選手、そして中村選手がいると、いうことで。で、今回ね、後輩の川北隆二選手、今、厚木市立教かな、あっちの方に行かれてるんですけど、川北選手も広島大学出身。今回2時間16分33秒とね、好走してるんですよね。ちょっと僕もエリート、カテゴリー1の時、川北選手の名前があったんで、ちょっと注目はしていたんですけれども、いや本当に大崩れすることなくね、淡々と、ペースを刻んで、こちらのタイムを叩き出していたんで、やはりね、この、力っていうか、磁力はあるんだなっていうね、感じはいたしました。そしてね、やはりもう一人ちょっとね、ご紹介したいんですけれども、今回、なんと、2時間15分18秒と、自己ベストね、更新いたしまして、21位で、ゴールいたしました、クレイジーカロこと、甲斐博樹さん。いやー、かなりね、ツイッター上も、カロさんが走るね、姿が上がっておりまして、一番ね、この別大マラソンを楽しんで走ったというか、笑顔で走った選手なんじゃないかなと。
で今回もねその実業団勢に割って入るね21位という好記録で、いやクレイジーカロさん、いや本当にね、素晴らしいね、記録をこの大舞台でね、残したんじゃないかなというふうに思います。いや本当に、おめでとうございました。さあさあ、第70回、別大マラソン、いや本当記念大会にふさわしいね、新記録が生まれ、そしてサブ10ランナーも、8人と、そしてやはり最後までね、先頭交代も激しくて、いや本当レース、序盤中盤、終盤とね、こうレースの展開がね目まぐるしく動いて、で最後の最後で、抜け出した、西山選手がね、優勝を勝ち取るという結果に終わりましたけれどもね、いや本当に最後までねこう見応えのあった、別大マラソン、まあ、今までも数々のね名勝負ありましたけれどもね、その中でもやはり、5本の指3本の指に入る、レース内容だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回はねいろいろな、現状を考えまして縮小開催ということでね、市民ランナーの方もカテゴリー1に入った選手と、そしてあとは大分県在住の選手と、いうことでね、なかなかね、日常というのは戻ってきてないですけどもね、いや本当に皆さんのね、陸上熱でね少しでも、この日常がねいい方に、行くようにね応援、していきたいなと、いうふうに、思います。さあ次は日曜日にね、全日本実業団ハーフ、こちらがね、開催されます。またまた、有力選手ですよね、こちらも参加してくると思いますので、しっかりとそのあたりもまた皆さん大注目で、行っていただきたいなと、思います。日本陸上そして長距離界、これからもまだ目が離せないぜ。大注目で行きましょう。それではまた、次の陸上魂で、今日はありがとうございました。Protect your soul.